岸和田市、岸和田市は大阪府洗南地域に位置する市、市工事特例市に指定されている。岸和田藩の城下町を中心に発展してきた。洗南地域の中心都市でもあり、大阪府の出先機関や企業の支店などが集中している。岸和田団地理祭で有名。行政の特徴として、永住外国人と国内在住機関が3年を超え満18歳以上で、 三ヶ月以上市内に住む定住外国人に住民投票の投票権、賛成権ではないよう認めている。市のキャッチフレーズは世界に一番近い城下町。岸和田市の総面積は 72.24km である。泉、泉州と称される、普南西部に位置し、大阪湾から泉山脈に至る細長い地域。 東西7 6トル、南北1 7 3トルを形成している。大阪湾に望む市の中心部は、関英時代、17世紀初め以降、岸和田藩市岡部市の城下町として栄え、明治時代中期以後は、千週面織物を主とする、防食工業都市として発展した。1966年、昭和41年には、臨海部の埋め立てにより、 工業団地が建設され、以降、木材コンビナートや鉄鋼団地が作られた。泉山無役北六と大地では、ため池灌外による米のほか玉ねぎ、みかん、桃、牡蠣の栽培が盛んである。また、関西国際空港から車で、約15分という距離にあるほか、同空港及び、大阪市の中心部からは、南海電気鉄道、南海本線、JR 西日本、 阪和線及び高規格の自動車専用道路、阪和自動車道、阪神高速道路4号湾岸線が通じており、機関的な交通網が充実している大阪都心部から約20から35分、海抜0.0メートルから865.7メートル。気象庁による気象警報、注意報の発表区分、2次細分区域は、 市の全域をもって区分されており、大阪府のうち、泉州に区分する地域の一つとなっている。なお、道庁による天気予報の発表区分、一時細分区域は、市の全域を含む大阪府全域となっている。2010年、平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、0.93%減の19万9172人であり、 増減率は、不四十三市町村中二十七位、七十二、行政区域中十七位。九百二十年、大正九年に、岸和田城の紋章として公募したもので、岸和田城の別称、千亀里城から、千の文字を図案化したもの、岸和田の、岸、または、木の図案化あるいは、乱漢鏡の、岩から取ったものと言われている。百二十二年、 大正11年の市政施行の際に正式に、首相として制定された。岸和田市では、戦前に制定された2曲と戦後に制定された1曲の計3曲を制定し、並立させている。現在は主に、岸和田市参加が演奏されるが、戦前の2曲と異なり、定期州には掲載されていない。歴代市長、平成30年5月18日現在、 2018年、平成30年1月18日現在、江戸時代より、東市域一帯では、綿花の栽培が盛んで、綿布、綿紙の貿石も行われていた。近代以降も、産業の中心は、繊維産業だったが、海外製品に押される形で、多くの工場が姿を消した。1966年、昭和41年、市では、独自に沿岸部を埋め立てて、 現在の大阪鉄鋼金属団地を建設し、企業誘致に努めた。さらに同年、北隣の田岡町にまたがって、大阪木材コンビナートが建設され、産業構造の転換が図られた。このほかガラスレンズ産業が有名であり、特に卵子用のガラスレンズ生産が盛んであった。 ピーク時の1980年頃には、市内に大小合わせて70件ほどのレンズ工場が創業していた。また、顕微鏡用スライドガラス、カバーガラスの生産も盛んであり、カバーガラスは一時期日本国内シェアの90%以上を独占していた。農業は、稲作のほか、玉ねぎ、水ナス、タケノコ、みかんなどの栽培が盛んで、包み緊張は、 不可最大の桃の産地である。なお、近年までは玉ねぎの大産地としても有名であり、畑のあちこちに立つ玉ねぎ小屋が象徴的なランドスケープであったが、様々な事情で廃業した農家もあり、また、住宅地開発が急速に進んだため、最近では見かけることは稀である。岸和田市内のこうした厳しい経済、雇用情勢もあってか、近年、 仕事を求めて隣接する泉市のテクノステージ、泉や貝塚市の西木の浜産業団地を訪れる市民も多く見られる。市では産業を再び活性化させるため、埋め立て造成の進む氾南2区、地切りアイランドや開発が進む岸和田休業地区、夢見が丘岸和田などへの企業誘致を積極的に進めているという。岸和田漁港で水揚げされた。 海産物は近郊のスーパーでも販売されている。中心となる駅 JR 西日本、南海電気鉄道東川岡町など一部の地域では、大阪方面への通勤、通学の足として、主に隣接する泉市伊吹屋にある、仙北高速鉄道、泉中央駅を利用している。注意、岸和田泉インターチェンジの所在地は、泉市東国町である。 1703年、元六16年、時の岸和田藩主岡部町体が、京都伏見稲荷大社を岸和田城内三の丸に誕生し、五国宝城を祈願し、一体稲荷祭りがその始まりと伝えられ、約300年の歴史と伝統を誇る。引き出が走り、速度に乗った断じり、断じりを方向転換させる、やり回しを見どころとして、多くの観光客を集める。 いくつかの神社の祭りの総称で、基本的には、地元の神社でその年の五国法上を祝う祭り。全国的にも知名度が高く、日本を代表する祭りの一つである。毎年二日間で、約六十万人もの観光客が訪れる。岸和田市民、特に岸和田旧市地区は、団りのために生きている、と言われるほど、祭り好きであり、全国の著名な祭りが、資金や、 人手不足で観光不振に散っている中、岸和田ワじり祭りは今もその勢力を拡大している。なお、祭典の模様については、市内のケーブルテレビ局であるテレビ岸和田、上ダ、蒸気参照が制作する番組として毎年放映されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。